はい、ということで、どうもこんにちは、こんばんは、いわです。妖怪ウォッチ、今回から実況していきたいと思います。いや、妖怪ウォッチでって思った人いるでしょ、絶対。なんで今妖怪ウォッチやるんやって思った人いると思うんですけれども、まあね、今度妖怪ウォッチ4が発売するということで、今回から妖怪ウォッチを1からね、またやっていこうかなと思います。なんと2013年に発売されたということで、今から5年前、もう5年も時経つのか。あれから俺はもう5歳も年を取ったのかということで、初めから、お、なんかめっちゃ妖怪出てきたけど、これはもう俺はもう中古が大好きなんで、中古のデータ買ってきました。で、なんかめっちゃ強いデータなんだけど、なんかもう消すのもったいないんだけど、バリバリに消していきたいと思います。はい、主人公の性別、うん、まあケイタくんでしょ、そりゃケイタくん。名前イワニャンでいこう。ちょ、ジバニャンにかけてるけど、なんかイワニャンって嫌だけど、なんかまあいいや、イワニャンでいきたいと思います。喋った。この作品はフィクションです。実際の人物、地名、団体などには一切関係ありません。妖怪ウォッチは任天堂 3DS 本体の時計機能を使用しています。本体に設定している時刻を変更すると、正しく進行できなくなる可能性があります。おーっと、始まったね。感知いたな、そういえばこんなやついたな。感知と豚ゴリラとふみちゃんとイワニャンか。いやー、懐かしい。じゃーん、おー、昆虫だ、すごい綺麗。うわー、すごい。こんなのどこで捕まえたの？へへー、すごいでしょ。僕ん家の別荘の近くに森があってさ、そこには珍しい昆虫、つまりレアものがいるんだよね。まあ捕まえたのは全部俺だけどな。今にはもう夏休みの自由研究、昆虫採取じゃなかったっけ？え、ああ、うん、そうだけど、どうせまた一匹も捕まえられてないんだろう。まあ庭の石めくってダンゴムシでも集めていればいいんじゃない？ギャッハッハッハ。もうやめなさいよ。ふん、俺だってちゃんと捕まえてみせるよ。はーん、じゃあ見せてみろよ。いいよ、今度絶対見せてやるよ。絶対だな。まあ期待せず待ってるぜ。でも、なんか いきなりいじめられてるけど、俺いじめないで待ってるぜ。だからもう俺にはふみちゃんしかいないわ。うん、だからなんかブランコに乗ってる子ずっと見てたけど、なんか何してんだろうお兄ちゃんたちって見られてないかな。お、我が家、イワニャンの家に着きました。ただいま。うーわ、懐かしすぎるこの部屋。俺もレアな虫いっぱい取って、絶対クマやかん、あ、ク、クマなの？あ、豚ゴリラじゃなかった。豚ゴリラはちげえや、別だ、キテレツだ、あれは。絶対クマやカンちゃんを見返してやるぞ。おはや、虫網も手に入れたわ。ゲットだぜ。お、なんだ？どうした？でもレアな虫ってどこにいるんだろう？とりあえず公園で探してみようかな。でもその前にお母さんにちゃんとどこに行くか言っておかなきゃな。お？スライドパッドを動かした方向に移動するぞ。 B ボタンを押したまま移動するとダッシュできるぞ。1階にいるお母さんのところに行って話しかけてみよう。お、目的が表示された。いや、やべ、バリバリバリ懐かしいんだけど。ふわー、最高。まずじゃあセーブしておきます。ってことで、しょっぱなお母さんに話しかけるそうなので、話しかけていきましょうか。下のマップにね、目的地ちゃんと出てるね。お母さん、ちょっと虫取りに公園行ってくるね。気をつけて行ってくるのよ。帰りが遅くならないようにね。うん、分かってる。あ、そういえばイワニャン、自分の息子イワニャンっていうの、なんかどうなのこれ。昨日は夏休みの日記ちゃんと書いたの？夏休みの日記ちゃんと毎日書かないと後で思い出せなくなるわよ。うん、ちゃんと書いとくよ。じゃあ行ってきます。はい、気をつけてね。夏休みの日記、セーブのことね。さっき書きました。俺偉いんで、さっき書きました。三角公園で虫を見つけよう。ダッシュ、あ、ダッシュ。お、すげえ、待って、靴履いたぞ今。お、始まった。
なんかようこそ妖怪ワールドへ。いいね、なんか第一章って感じだね。お、目的地出るね、やっぱいいね、なんか見やすいね。ってことで三角公園行きましょうか。なんか下のマップでめっちゃ人いるけど、話しかけてた方がいいのかな。おじいちゃん、おじいちゃんちょっとごめん、なんか木で顔が見えないんだよね、ちょっと角度でね。うん、この辺変わったの、どんどん家が立ち寄る。まあおじいちゃんからしたらそうだね。うん、おっと危ない、ちゃんと道路走れお前は、引かれちゃうだろ本当に。ってことで公園行きましょうか。お、よし、いっぱい虫を捕まえるぞ。よく探してみれば公園にだって1匹ぐらいはレア虫がいるかもよ。お、公園の木に近づくと虫眼鏡が表示されます。レアな虫、なるほど。公園の木を調べて虫を捕まえようということで、お、これを調べていくのか。お、なんかセミがいる。あれ虫じゃないのかな。お、虫眼鏡が表示される場所を調べるとウォッチモードになるぞ。捕まえたい虫にレンズを合わせてタイミングよく捕まえてみよう。お、これで、お、なるほど、当たりで止めろ。 A ボタンで止めるのかな、多分これいけるんじゃない、ちょうど。えいえ、どうだ、出た、よしよしよし、いた、当たりで止めよう。ないこれ、これちゃんとぴったり、えい、よいしょ、どうだ、はい、天才、よしよし。なんだ、何の虫、アブラゼミ、ミンミンゼミだった。あ、綺麗だね、レアではないのかな。うん、ってことでもう一本の木で見てみようかな。お、またミンミンゼミいる、当たりで止めろ。なんかこのちょっと一個だけ離れたところでもやってみたいけど、そんなもん3つ、よいしょ、どうだ、オッケー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 、おー、もうぴったり真ん中、オッケー、ミンミンゼミゲット。これで終わりなのかな、もう何もいないようだ、いいんだね。あ、ダメだ、最初に生かした木もなんかやらないといけないみたいだな。リベンジと行こうじゃないか。はい、オッケー、これで全部の木でミンミンゼミを捕まえることができました。よし、もう全部の木は調べたかな。うん、いっぱい虫取れたけどレアなやつはいなかったな。お、なんだ、なに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 、え、今虫かごが光ったような、昨日光った、今なんかオーラ、なんか闇のオーラまとってたけど、それ光ったのか今の。うん、レアな虫ってどこにいるんだろうな。あ、そうだ、学校の用務員さんならレアな虫のこと知ってるかも。学校に行って話を聞いてみよっと。学校、オッケー、学校の用務員さんに話を聞こうということで、おー、矢印出てるね、学校行こうか。ってことでピン止めさせてるところ行きましょうか。おー、おじいちゃん、用務員さん、おや、イワニャンくんじゃない、イワニャンくんじゃないか、何か用かな。ん、レアな虫がどこにいるかって、そうだね、虫は前回いっぱいのところに集まってるから大森山なんか行ってみるといい。せっかくだからこれもあげよう、これを使うと虫が捕まえやすくなるよ。スーパー黒蜜を3つ手に入れた。大森山の場所は分かっているから、学校の裏から北へまっすぐ行った先だよ。じゃあ気をつけて行ってくるんだよ、あまり山奥まで行き過ぎないようにね。ということで大森山でレアな虫、大森山懐かしいね、絶対こっちなんかあんじゃん。この先は裏路地か、今はやめておこうかな、後で行ける感じかな。なんか宝箱ありそうだけど、まあいいか。よし、この辺りの木なら虫も寄ってきそうだな。レアなのは見つけづらいところにいそうだから、じっくり探さなきゃな。絶賛今鼻詰まり中だからね、もうケータ君ことイワニャンのちょっと文字を読むのがすごい辛いです。ってことでな、この辺にいそうだけども、お、いるじゃん、これレアじゃないか、ゲージアップ、いやレアじゃないからちょっといいかな、まだレアなやつに使いたい、せっかくだから。よし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 、さあミンミンゼミゲットしました。レアではないみたいだね。ではでは階段登ってダッシュもうまく使いつつ、体力もギリギリ減らない程度で、お、なんかこの辺いたいた、おじいちゃん、ふ、お札じいさん、猫はいいの、猫はありがとう、なんか俺のことを遠回しに褒めてくれてんのかな。うん、はあ、夏休みの自由研究どうしようかな。夏休みの自由研究ね、やりましたね、自分もちょっと何やったか覚えてないんですけれども、お、なんか入れないじゃん、入れないじゃん、これくらい奥に来ればレアな虫も見つかるかな。でもこの先には行けないし、この辺の木で探してみよっと。えらいね、俺だったらあそこちょっと越えちゃうかもな。お、なんかめっちゃピン止め刺してるけど、一つずつ探していきましょうか。おーおお、赤い虫がいっぱいいる。おー、でもなんかレアなのか、これは赤はレアなのか。よし天才、よし天才、やっぱ俺天才や。あー、飛んでっちゃった、
アブラゼミ。赤いのがアブラゼミで緑がミンミンヌシ。ミンミンヌシってなんだ、ミンミンゼミ。お、進んだ。うん、虫はいっぱいいるけどレアなやつはいないな。お、なんだ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 。お、開いた開いた。あれ、さっきまで閉まってたのに。せっかくだからこっそり奥まで行ってみようかな。この奥に行けばすごいのがいるかもしれないしね。ん、大森山でレアな虫を奥行ってみるのいいのかい。なんかさっきまで閉まってたけど、ダメだから閉まってたじゃ。お、うーん、レアな虫なんてどこにいるんだよ。うわぁ、おっきいな。なんだろう、これ。入れろ入れろ。え、な、何今の声。入れろ入れろ、入れろ入れれば入れすんぼ。なんだよこの声。こいつに100円入れろってこと？私の名前はウィスパー、妖怪です。ウィス。